ミルクのお時間をください。フジファブリックホテマンです。お願いします。去年の夏来の終わった時に目村さんに面識なかったんですけど、四大で成り立って、あれ？すいません、面識あったらしい。ちょっとあんま覚えてなかったです。あのフリバンで一緒にやってはいたんですけど、四大でフジファ出してたよねって言われて、フジファ好きなんでしょうみたいな話をしてもらって、来年の夏やろうねみたいな話がトントン拍子で進んで、いや泣いてないんですけど、あのチューニングが全然合わないんですよね、話しながらだと。ちょっと待ってください。で、その場にいた江藤も一緒にやろうよって話が上がってたんで、それで組んだ固定版だったんですけど、ちょっとチューニング合わせたいんで誰か続きお願いしていいですか。ちょっと全然合わない。あ、もうできたんで。お前中間持ってないんか。おもろ。そうですね。で、僕が好きなフジファブリックですか。てか僕すごいフジファブリック好きで、なんかほんとフジファブリックと他の音楽全部で天秤にかけたらフジファブリックが勝っちゃうぐらいフジファブリックが好きなんですよね。で、あれなんか今年ちょうど志村が死んでから10年で、フジファのギタボって10年ぐらい前に急に死んじゃったんですけど、それでもギタボなしで、あのリードギターだった人がボーカルに変わって続けてるんですけど、その体勢が変わったタイミングの死んでしまってからちょうど10年目の夏なので、いいタイミングにこのコテドラができたなと思います。あった？なんか有名な曲をお目にやる話になってるので盛り上がっていってください。次は銀河っていう曲をやります。
Thank you.
ございます。角田とお話ししなよ。角田とお話ししますか。本当はじゃあ君派の話するか角田の話なんか、この時間にエモい話をするか角田の話をするかの二択なんですよね。いや、なんか角田の話、角田の話はいいですか。角田の話ですか。そうですね、なんかなんですかね。いや、なんか角田の話すると嫌な気持ちになっちゃうから。でも今日角田来てないですよね。なんでか聞きました。なんか夏の間ばかりなんですけど、なんか親戚のおじさんが家に来てるから、家にいたらお金がもらえそうってことで来ないらしいです。じゃあ角田準備日も終わってから来てるんですけど、だから鶴さんが逃がしてくれなかったって角田は言ってるんですけど、絶対嘘だなっていう。あと角田の悪口は他にはですね。そんくらいです。じゃあそうですね、富士ファブリックの言葉を ここでやれてすごい嬉しく、なんか去年の夏の段階なんてもうシャンケンなんてまして、ゴミサークルだからやめたろうとか思ってたんですけど、上村さんと富士ファブリックの約束をしちゃったがために、ずるずる続けていたらすごい楽しくなって居心地が良くなったと思ってます。で、ちょっとやりますか。次の曲をやろうと思います。カゲロウって曲をやります。Yeah.
じゃあ、あと2曲、2曲やります。とりあえずやりましょう、1曲。ね、やりますか。スマホでコード見せてください。一曲やってない曲がある。やりましょう。やれるんですよね。やります。一緒に歌いましょう。